次買うんやったらこれかなみたいな、そういう目線でちょっと選びたいと思います。これ選ばれへんよこんなん。買いました？まだ止まってます。買いました？まっすぐ行ったところ高校生の時見たら首ならパクってるよ。ごめんなさい。今日は元ミーティングの報告会ということでですね、今からですね、今日来ている単車の中でお気に入りの1台をですね、僕が選びたいと思います。ゲストのですね、シミケンさん、チャンスさん、アッキーさんもそれぞれ1台ずつ選んで、まあ都合4台選ばれるのかな。そのうちの1台を俺が今から選びたいと思います。こっちこそ決めようかな。やばいですね。やばい。で単車すごい。単車でもこれでも帰っていったのか。次買うんやったらこれかなみたいな、そういう目線でちょっと選びたいと思います。今2人だか呼んでるからF ペケがええけどな。ああこれやな。これシートとこじゃないのよね。俺は漫画に出てたのがええから。すげえいろんなのが来てる。そうもうジャンルが、うわすごい、なにこれ、うわすごい、めっちゃ金かけてるこれ、すごいな。あっちにあの元コンポがあったから元コンポ選ぼうか。元コンポ選ぶ？うん。そっちもええじゃん。これオーナーいるかな？オーナーおるじゃん。どれにしよう。あ、だってこれ前の時も来てたねこれ。あ、来てた。あ、来てた。ね、覚えてもこれ。じゃあこの中から一台選ぼうぜ。あ、でもやみましたよ。え？雨やみました。あ、本当だ。確かに。雨降ってきちゃいました。まさかアッキーが呼び寄せた。一応動画で、あの私行くと雨降りますよって一応警告はしたんですけど、シミケンさんが晴れ男なんで晴らしてくれました。シミケンさん、さすが。すごい量ですね。すごい量。皆さんそのカスタムされててオリジナリティが、すごい。いいね。好みは正直あのブルーとか白とかが好きなんですけど、あとハンターカブベージュの乗ってるのでベージュ色も結構好きで、もうブルーと白ですね。もう鈴木です。私最初のモーターバイクが GSX の、まあ、250っていうバイクなんです。このマウントも青色で合わせてます。あーそうか、合わせてんすね。いや、思いました。マジでこんな大きいの乗ってんすか。違います、プチューカーです。ああ、そうっすよね。びっくりした。お父さん、あ、じゃあお父さんのバイク。はい、お父さんのバイクで。でかっ。でかっな。ありがとうございます。ファミリーで楽しんでますね。めっちゃ、まだまだいっぱいある。やばい。すごい。え、私のステッカー貼ってある。え、私のステッカーです。本当だ、嬉しい。あとこっちの前にも。あ、そっちの前にも。前にもあったんですよ。あった。あ、ダブル、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。一緒に写真。いろんなタイプがあるんですね。そうですね。電車、旧車、ネイキッド。誠司さんはね、やっぱり幅広い層に支持されてるっていうのがすごいわかります。多分自分が乗りたいのと見たいのとっていうのはまた違うと思うんですよね。見たいのはやっぱ結構ロケットカオル好きなんですよ。結構ロケットカオル、三段シートでロケットカオルとかだったら、あ、かっこいいなって見ちゃうんですよね。カメレオン
漫画のカメレオンすっごい好きだったんで、めっちゃ好きでした僕。ゴミの滝とか。そうそうそう、でもあの世代なんでね。すごいすごいよね。晴れ晴れダイナですね。なんとなく候補ってありました。いや、ありましたね。ちょっと、いやでも全部かっこいいもんね。で、全部思い入れがある感じるから。今1位今1位早速だ。ほら、VFR 本当だ。これ何年の VFR やろう。うわ、GPZ900 もうバッキバキのバイクばっかりやな。アメリカもね、これ選ばれへんよこんなん。でこれちょっとどうしたらいいですか。これ無理やって。チャンス三勝を決めないと。うわ、ねえ、ほら、すげえ渋いな。めちゃめちゃかっこいいですね。これやばい。やばいな。おチャンス。これやばい。ほら、これ多分レース用っすよね。あ、ライトこっからや。ほら、これなんちゅうバイクなんやろ。超おしゃれ。うわ、かっこいい。川崎選べないです。選んでください。それぞれ1台ずつ、はい、お気に入りの単車を選んでもらいました、はいはい、このめちゃくちゃ来てる中で、はい、1位を決めましょうよ。やりましょう。はい、じゃあまず最初、はい、俺。あ、せいさんから。俺、あの、こんなの。え、これ、え、これこれ、うわ、すごい。川、これ川っすよね。選んで、これどうですか。カスタムポイントね、これ、はい、もうこの辺がそうですね。エンジンも88にしてありますので、ね、はい、だからチャンスあの単車が大きい。あ、そう、ここ8馬力ちょっと多いんですよね。 8cc、 はい、8cc、 はい、これはおしゃれ。ありがとうございます。はい、金かけたはるわ。はい、嫁はんにババチビルほど切れられてな。タイヤの、あの、このカバーもね、はい、どれだけ、どれだけ、あ、そうですね、特別なやつですよね。アマゾンで安いやつ買って、色塗り替えて、あとステーも普通に使う。あ、もう長なるからやば、もう長。はい、あがーす。長なるから、あがあが。さあ、次、誰。はい、シュリケンさん、決まってました。僕ね、決まってたんですけど、はい、帰った、いなくなっちゃったんですね。だって画像をね、僕撮ったんです。シビルのサイドカーの人。見ました、僕も見ました、見ました。中間あれ、モンキー、あ、いたいた、まだまだいた、まだいた、モンキーの、モンキーのサイドカー。僕も、僕もその3位以内に入ってるんですよ、このバイク。このあの、モンキーのサイドカーですよ。サイドカーなんだけど、はい、あっと思うポイントがあったんです。またちょっとそれを聞かせてもらいましょう。これはオーナー、オーナーさん。私ね、今たこ焼き買っちゃったっすよ。どこが一番気になりましたか。もちろんもうサイドカーやというのも気になるでしょう。なんですけども、ここがね、隙間なんですよ。まだまだもうマニアックなこと言ってるね。この多分隙間を開けるのにすごい苦労しますよね。僕の友達が、はい、その車とかでエンジンのところにスペースを開けたくて開けたくて、めちゃくちゃ詰めてるのを見てて、でこういう空いてるスペースに磨く感じるんですよ。でこれ見た時にこれ相当なんか工夫してここのスペース作ったんだろうなと思って。じゃあそこにこだわりを見た1台という。はい、っていうので、わかりました、はい、これがシミゲンさんのおすすめです。気になる時代、はい、じゃあ次はチャンさん、いや、あの、アキさん、ちょっといなくなってて、私もいなくて79って書いたバイクだったんですけど、うん、
ートマ、オートマ。ちゃんとオートマ。相当お金かけてる。いやこれすごい。これすごい。これ何人乗れるの？すごいよな。じゃあこれ1台、これ選ぶとく、はいはい、後ろに乗せてるバイクもかっこいいですよね。すごいおしゃれ。ちょっと ヘアブラシ。あんな CX 投稿とか見たらすぐパクってるで。いやダメだ。すぐパクってる。どれこれもすぐパクってるわ。すぐパクってる。ヘアブラシ。最高。ヘアブラシ。ヘアブラシ最高。これです。このバイクです。うわこれめっちゃ渋いじゃないですか。これホンダのカッティングシートやらしい。うわそうなんだ。カバンもやったんや。うわかっこいい。かっこいいなえ、これ昔高校生の時見てたら見たらパクってるよな。ごめんなさい。みんな見てください。みんなあっちこのバイクです。これタックス。ダックス。ダックス。綺麗な。ダックショットすごいね。全然みんな来ない。全然来ないですね。ひどい。いやいいんですけど。恥ずかしい。かっこよくないですか。お前スズキの結構あこれね初期の RG ガンマですよ。あそうなんですね。スズキの88年の時の選んだポイントはもともとブルーとか白とか、ネイビーも好きなので、あと私スズキのバイクも持ってるのでそれでちょっと惹かれちゃいました。アルミフレームでね。これが当時話題になった。12歳やから選手は17歳の時。そうそう、高校ぐらい。高校の時ちょうどこういうのが流行ったのよ。シングルシートって。シートのシートもいいです。スポーツタイプいいですよね。なるほど。ここでスポーツタイプってか。渋いですね。ありがとうございます。あ、いらっしゃった。選びました。選ばれましたよ。これはだからポイントはどのの丸ってことでしょ。そうです。それにこだわって。何年？3年。ノーマルはポイントです。